久しすぎが原因。韓国で相次ぐ熱愛ハプニング、スターたちの関係に関心集中。写真イコール応戦 DB チョン。ジュンヨンとティアラのジヨンが1年間交際した恋人という報道が出た中、所属事務所が直ちにこれを否定した。チョン・ジュンヨンとジヨンは先立って報道された熱愛説を否定していたが、昨日、8日、再び恋人関係だという噂が広がった。ジヨンの事務所は8日、応戦との取材で、チョン・ジュンヨンとの熱愛説は事実無根だ。今は誰かと交際をする状況ではない、と明らかにした。チョン・ジュンヨンの事務所も、ジヨンとの熱愛説は事実ではない。恋人ではなく、友達同士だ、とし、全面的に否定した。この日、チョン・ジュンヨンとジヨンが親友同士の集まりに所属し、互いに近づいていき、同僚から恋人関係に発展したという疑惑が浮上した。二人は親友であり、決して交際している関係ではないと説明した。ティアラ・ジヨン&チョン・ジュンヨン、再び熱愛説が浮上、事務所が否定、事実無根。ティアラ・ジヨン、チョン・ジュンヨンと熱愛説が浮上、事務所が否定コメント、交際確率は 0%。 このように、親しさゆえに熱愛説が浮上したスターは他にもいた。パク・ソジュンとパク・ミニョンも、先月末に、3年間交際中の恋人同士だ、と、いう噂が広がったが、当事者たちは、親しい関係だ、と積極的に釈明した。パク・ソジュンとパク・ミニョンの事務所は、二人の交際に対して、事実無根、だとし、熱愛説を全面的に否定した。もともと親交があったが、ドラマ、キム秘書がなぜそうか、で共演しながら、もっと仲良くなったという説明だ。事務所が明らかにしたように、キム秘書がなぜそうか、でパクソジュンとパクミニョンの恋人としての、ケミストリー、相手との相性、は、史上最強のラブコメカップル、と言ってもいいほど、完璧だった。パク・ソジュン&パク・ミニョン、ドラマ共演の二人に突然の熱愛報道、双方の事務所が即否定、パク・ソジュン、パク・ミニョンとの熱愛ハプニングに言及、交換は、パク・ミニョン、パク・ソジュンと、の熱愛説をきっぱり否定、疑惑の SNS 写真にも言及、あれは、また、女優カン・ハンナと台湾のスター・ワンダールー、ワンターは、3回も熱愛説が浮上し、彼らの関係に対する好奇心をくすぐった。二人の熱愛説の始まりは、2017年4月だった。中国ドラマ、鬼水の巻のこと、で共演して仲良くなったカン・ハンナとワンダールーは、大阪のテーマパークでの目撃談や写真が公開され、熱愛説が浮上した。当時、カン・ハンナの事務所ファンタジオは、熱愛説を否定した。1年が過ぎた今年、二人の熱愛説は台湾のマスコミを通じてもう一度浮上した。台湾の週刊誌は、カン・ハンナとワンダールーが水産市場で海産物を一緒に選び、買い物を終えた後、ワンダールーのスーパーカーに乗って帰ったと報道した。カン・ハンナとワンダールーは、2度目の熱愛説も否定した。しかし、二人はイタリア・ローマのバチカンでもう一度目撃談が出て、三度目の熱愛説が浮上した。一年間で、しかも海外で三回も目撃談が出たのだ。この場合、知人たちも同行した場だと釈明したが、知人は目撃されなかった点で、熱愛の疑惑はさらに大きくなっている。
女優カンハンナ、3度目の熱愛説、ワンダールートのイタリアにショットが拡散、女優カンハンナ、ワンダールートの熱愛。説が再燃、大阪に続き目撃されるも、ただの友達、女優カンハンナ、熱愛説が浮上、大阪 USJ でツーショットをキャッチ。